海と日本。桜島の北東およそ 1.5 キロに浮かぶ新島。およそ245年前、火山活動により海底が隆起したことで生まれた周囲 2.3 キロほどの小さな島です。先月29日、新島でワクワク体験しようというイベントが行われ、県内の親子連れなど46人が新島を訪れました。企画したのは鹿児島環境未来館と新島の保護や自然体験活動を行っているふるさと再生プロジェクトの会。なんとか自分たちが少女時代に過ごした、あの楽しかった子供時代とかを、こうあの今の子供たちにも経験させてあげたいなって、この島の良さを知って自然に触れていただきたいなっていうのが最初の思いで、環境未来さんとコラボしてこのイベントを始めました。案内人として新島に住む佐々木さん夫妻も参加。まず島のシンボルでもある巨大な赤穂の木を紹介してくれました。245年前に海底からこの島が隆起してきて、20年後に人が住んで、大きい木がないもんだから防風林とか、まあ、守り神様として苗を持ってきたって書いてありますから、220年は経ってます。およそ6000年前の海藻を観察したり、昔の小学生の仕事の一つ水汲みも体験しました。こういうふうにして家まで運んでたんだよ、その紐を持って。よいしょ、それで肩に置いてる。お上手、重たいやろ、重たいやろ。いや、これ、これ、これ、あんまいいんじゃないですか。結構重い。はい、当たりました。参加者は体験を通して新島の歴史や自然を楽しみました。まず思ったよりも大きな島だなって思いましたね。砂浜が綺麗なのがあったりとか、あとあの6000年前の貝の地層があったりとかっていうので、すごくこう興味深く見てるところです。桜島の近くにこんな素敵な場所があって、ここに人がこう生きてた、また歴史があって、いい意味でなんか新鮮な印象を受けました。住んでみたい、楽しい。これだけ多くの人が島に来るのは久しぶりだったそうです。子どもたちの声が響くっていうのは、すごくこう将来が見えるみたいな感じで、すごく楽しい、嬉しいですね。この島がいろんな方に賑わってもらえたらいいなって思いながらガイドもさせていただきました。皆さんにちょっとでもこの島のことを伝えられるって、とてもあの一生懸命できますね。フィールドワークの後は、学びの場を与えてくれた新島へ感謝の気持ちを込めて浜辺を清掃。車のバッテリーや発泡スチロールなどを回収しました。はい、またこれからも子どもたちとか、あのこうみんな本来の姿に戻ってもらえるように、この新島でいろんな体験ができる、そういう機会を増やしていけたらなって思ってます。新島ありがとう。海と日本プロジェクト in 鹿児島は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。